こんにちは、市川ファームです。今回はこのモンタさんのリメバチに、ちまちま寄せをしたので、それの動画になります。ある程度のやり方を、時々聞かれるので、ちょっと説明させてもらおうと思います。これはうちでいつもセダムを作るときに使っている土を下に引いて、この上には赤玉の細粒をちょっと山になるように、こう仕上がりがなんとなくこんもりできるようにちょっとだけ山にします。最近ちょっと僕もあんまりちまちま寄せをやってなかったんで、久しぶりで、はい、なんていうんですかね、これしょっちゅうやってるとなんか慣れてくるんですけど、時々だとこんな感じだったかなっていう風になりました、なります。まあこの時期なので、苗はあんまりしまってないし、色も良くないので、やっぱ真冬に作るちまちま寄せのような綺麗な感じにはならないですけど、はい、こういう肥料の効いてない土でなら別に真夏にもできるんで、はい、よかったら皆さんもやってみてください。で、あとまあちまちま寄せ作るときに僕が気をつけてることといえば、そうですね、なるべくこう隣り合う同士の苗が同じ色や形にならないようにバラバラにやる時が多いです。はい、今回はこう特に一つ一つ隣同士が違うようになる感じにやってみました。はい、それ以外あんまり深く考えてないです。今回はなんかこう鉢に合わせてこういう風に作りたいっていう時もあるんですけど、今回はあんまり深く考えずにいろんな苗を、はい、集めてきて、はい、彩りと形がまあ綺麗な感じになればいいかなっていう風にやってみました。あとちまちま寄せって言えば、この間おうちでちまちまチャレンジでしたっけを一緒に、おうちでできるちまちまチャレンジですよね。それを一緒にやらせてもらった舞さんの本が、ちまちまの本がもうちょっとしたら、はい、出ると思うんで、また僕の方の YouTube とかでお知らせもさせてもらおうかなと思っています。なんか Amazon とか楽天では予約できるみたいなんで、はい、よかったら、そしてあとは、この動画一応2倍速になってます。長すぎてもちょっとあれかなと思って、早送り、はい、2倍速でやってます。あとはこれできた後の水やりなんかは、あんまり乾かしちゃうと、こうなんていうんですかね、葉っぱ自体の水分が減って、下葉が落ちたりボリュームが減っちゃうので、はい、あんまり水を切らしすぎない方がこの状態は保てると思います。で、まあ
そうですね。ある程度根付いたら雨ざらしなんかでもいいとは思います。風通しのいい雨ざらしなんかでも全然。それくらいの方が長いこと持つような気がします。あとは、こんなに詰め詰めにして大丈夫なんですかって時々聞かれるんですけど、これはこれで、こんなに詰めること自体は、多肉にとって風通しなんかのことも考えるといいことではないんですけど、綺麗なんで、こうやって寄せるっていう感じですかね。で、管理次第ではしっかりできるので、これはこれでこういう楽しみ方もあるっていうふうに考えて、僕はやってます。やり方としてはそんなとこですかね。じゃあ、こっからは使ってる苗の品種をちょっと紹介していこうかなと思います。今、これ植えたのが、フォステリアナゴですね、さっきのやつが。で、これが、これはアルブムが何か。これは粉雪ですね。で、今持ってるのがグラシルですかね。すいません、ちょっと雨降ってる中バーッと集めて切ってきたんで、あんまりはっきり覚えてないんですけど、これはスプリウムの何かですね。ドラゴンズブラッドとかその辺のやつです。で、今やってるのがこれフイリパリダムです。フイリパリダムなんかこうやって小さいので、何個か3つくらい集めて植えると綺麗に見えるのかなと思って、やってます。これやっぱり時々こうポロポロなっちゃうんですけど、その度になるべくイライラせずに直していくのがいいんじゃないかなと思います。さっきのがマジョールで、今やってるのがこれトリカラーですね。その隣のやつはウィンクレリーです。これはさっきのがセクサングラレで、これがグラシルかな。これがグラシルっぽいですね。今やってるのが黄金マルバ万年草で、その前のこれはちょっとペトロセダム属の何かですね。
あとどの辺まで植えるかなんですけど、茎が2ミリ3ミリ入ってればいいかなと思って僕はやってます。まあ、1ミリくらいでもいいのかな、はい、ある程度こうぐらつかない感じに、まあ横のやつとこう支え合ってぐらぐらならなければいいかなと思ってやってます。これ今のやつは何やろ、トリカラーとかだな。でこれが、これもアルブムですね。これが粉雪か。もっと本当はいろんな種類を集めてこようと思ってたんですけど、雨が結構ひどかったので、はい、こんな感じです今回は。これはフイビパリダムですね。このパリダム系っていうのは結構ちまちまに使えます。これはリトルミッシーですね。リトルミッシーは伸びそうですね。これもやっぱ伸びたやつをいつものようにこう下葉が落ちる前に切ってあげるっていうのをちょくちょくしてあげるといい感じに保てると思います。最後の方だいたい植え終わったかなって思ったら思ってもこう全体を見回すとちょこちょこ土が見えてたりすることがあるので、はい、最後も全体的に見て空いてるところに植えてあげるといい感じに仕上がると思います。こんな感じでこれ完成ですね。はい、よかったら皆さんもやってみてください。あとちまちまのやり方の質問とかもあれば、はい、コメントください。はい、ご視聴ありがとうございました。